ブロンドクークのアキネンです。どうも、ミダレアタックのジヨです。どうも、山田涼介のアタックのジヨです。イエーイ、キャバ、キャバ、お願いします。ありがとうございます。泣きそうになってきたの、3人残像残像、ちょっと透かしとこう、顔ね、ニキポン、ニキポン、おい、パンパンパン吹けすぎよ、急に。えぇ、やだ、ニキポン知らない人の差が知らない、知らない、知らない。このチャンネルはチャンネル登録者10万人目指しますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。こっちが好きな人もぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。僕はね、井上瑞稀さんなわけなんですけども、はい、井上瑞稀がですね、愛してやまない、尊敬するのが山田涼介さんなんですよ、はい、そして山田涼介さんのお宅の加藤さんに、今日は山田涼介と平成ジャンプの予想を聞いていこうという感じ。もちろん知ってますよね、山田涼介さんは。知ってるよ。平成ジャンプ、はい、平成とジャンプのグループ平成セブンと平成ベスト。あ、そうなんだ、そうなんだ。合わさって平成ジャンプ。そうなんだね。なんか合わさったのは知ってた。そう、平成とジャンプが合わさったわけじゃない。そうそう、知ってるよ。あの、お昼の番組とか。あ、スクール革命。スクール革命。そう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 。あの、誰だっけ、あの、コーチくん、高知くん、コーチくん。コーチくん。簡単ななんかプロフィールみたいな教えてほしいです。はい、誕生日は、5月9日の B 型です。うん、あ、B なんだ。そう。ジャニーズに入った理由が、うん、山田くんもともとサッカーをしたのね。あー、そうなんだ。で、なんかサッカーのピンバッジをあげるから、オーディション行ってこいみたいな。釣られて？そう、釣られて行ったら受かっちゃって、みたいな感じ。じゃあサッカーがなかったら今の彼はなかったんだね。そうそうそう。逆に言うと。そう。で、その山田涼介くんにハマったきっかけは何だったの？俺が聞きたい、うん、あの、不純っすよ、マジで。何？中学校の時に俺が好きだった女の子が、うん、山田くんのファンで、お、俺その子と接点なかったから、うん、どうにか接点作ろうと思った結果、うんうん、山田涼介だったっていう。へぇー、課題不純だね。なんか山田くんちょっと気になってるんだけど、ちょっと CD 貸してほしいなって。あー、わかる。CD めっちゃやってたよね。わかる、わかる。DVD を見たのがスマートって言ってたんだけど、曲にバーって最初流れて登場シーンで、うん、でイントロが一回止まってパーンって全員ジャンプアップ出てきて、あー騒げーみたいな感じで来るから、もうそれに惚れちゃってマジかっこいいなと思って、そっからもドハマりでずっと本当に好きになっちゃった。じゃあもうあれだよね、山田涼介に会うべく彼女に会ったと言っても過言ではない。逆にね、だってもうその彼女とはもう当然お別れになっちゃってるわけでしょ。だけど山田涼介が今、付き合えたの、そもそも付き合えた、付き合えた。あ、山田涼介のおかげで。うん、じゃあな、すごー、山田涼介すごー、すごいよ。まあ、グループって大体その顔みたいな窓口みたいな人いるけど、そこで入ってるけど、結局さ、他の推しとかにさ、あ、移行するパターンある、はいはい、あるね。でも、うん、そういうのなかったの。山田くんだったらダントツで。そうなんだ。私、伊能くんが好きなんだ。いやー、わかるよ。わかる。気持ちわかる。私、伊能くんも好きだし、山田くんも好きだけど、中島優斗くんも好き。わかる、それもわかる。え、だからその子がもしも、有岡さんだったら、有岡くんの話すの。いや、可能性あると思う。今の形からすると、山田涼介くんのいいところ3つは何になる？うん、3つ ?3 つ、うん、まずもちろん、あの、顔よ。いいよね、顔かっこいい。何より顔、まあ、顔はすごいよね、うん、完璧？完璧だよね。完璧だよね。なんかカラコンの時にさ、カラコンがすごい薄い青とか、いや、多いの時だったり、あと涙袋を描いたりとか、なんかさ、わざわざ、そう、まだプラスアルファをなんかこうやろうとしててさ、うん、あと私好きなのが、なんか身長が小さすぎて自分の、結婚できないと思ってたみたいな山田涼介さん。そう、かわいい、うん、そういうなんかコンプレックスとかを抱えつつも頑張ってるところがいいみたいな文脈あるよね、山田さんって。164だから、そう、自分でコンプレックスみたいな感じでさらけ出してるところも、あ、よかった、同じ人間なんだって思うのも、すごいなんか距離感が縮まる。2つ目は歌声。あ、まあ、でも歌うまいよ。うまい、うまい、うまい、うまい。あの、ジャニー声というか、ジャニーズ特有の高くて、なんか鼻にかかったような、わかる、わかる、そうそうそう、多いよね。歌う時の表情も結局顔になっちゃうんだけど、うん、本当に切ない顔して歌うの。あー、あ、よし、表情管理めっちゃ、私ジャニーズの中で一番うまいと思う。だよね、俺はもう、マジで毎回山田くんがソロで最後抜かれて終わるんだけど、全部顔違うの、それが。変顔もしたり、可愛くぶりっこもするし、イケメンもするしみたいな。ちゃんとそれはでも計算されてんだろうね。マジで表情管理すごい、山田くん。プロだね。人によって全然違うからね。うん、で、顔の話なんですよ、結局。あ、結局ね。人気。三つ目は真面目なのよ、すごく。あ、わかる、うん。そのイメージある。めっちゃある。
っごいいい人で、うん、あの仕事に対してすごい真剣、うん、あんだけ顔良くて歌声も良くてチヤホヤされてるのにそれでもストイックな方が、うん、平成ジャンプ解散ドッキリみたいな時もなんかすごい真面目だったよね、うん、そう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 中島くんのやつでしょそう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 、うん、そう俺だったらちょっと天狗になっちゃうぐらいなるよね、うん、なんであんなになんないんだろうなんか多分何かのタイミングで中島くんが出れなくなっちゃった時に、うん、明日のライブで15曲今から覚えてこれて代わりに出れる人いますかって言ったら山田くんがはいって言っていやおーかっけー全くその曲覚えてもないのに、うん、その次の曲にそう全部ちゃんと覚えてやってくるっていうすごーそう宮沢りえと一緒だニャンチジュニアの時もダンス磨こうとして、うん、でっかい全身鏡を親に買ってもらってで1日も8時間とか練習して、うん、だから負けず嫌いなんだろうね、うん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 、どうせジャニーズやるからにはちゃんとトップになりたいみたいな感じでもうすっごい練習してその努力があっての今の山田くんなんだって考えたらただの顔がいい歌声がいいだけじゃないんだよ、知らなかったなんかもうなんか自分山田くん好きになってきたちょっとえ、そうでしょうん、ばっかり話聞いてるだけでさらにいいところが、いや真面目だけどさ、別にさ、面白いこともできるしさ、ね、基本アイドルの真面目なことつまんなくて、私あんま押そうと思わないんだけど、山田くんってなんかちゃんとお笑いもできるのがすごいなと思う。変顔とかもするよね。うん、する。するよね、あの子ね。この前のピエン系の格好したりとかさ、なんか怒鳴ったりとかもするしさ。そうね、ちゃんとバラエティ学んでます感あるよね。ね、そこがすごい好きよ、私やっぱりは。山田くんそう。ちょろちょろちょろってなんだよ。にゃんち一方、そのカトチとか平成ジャンプタンが見るハイハイジェッツってどんな感じの知ってたそもそももちろん山田くんが山田くん好きで YouTube でも山田くんについて語るとか動画を上げるぐらい好きでこの前のウィークエンダーもやっぱカバーしてたし あんまよくは分かんないんだけどもちろん存在は知ってたうんなんかちょっと正直嫌なところはないない井上瑞稀くんっていうよりかはそのジュニア全体にそうなんだけど、うんうん、ジュニアが悪いわけでもないんだけど、うん、まあ結構さ曲をカバーするじゃんデビュー組の、うんうん、例えばじゃあ俺が友達のオタクと一緒にカラオケ行ってジャンプの曲を歌ってる時に、うん、ああそれ知ってるよなんかハイハイの曲だよねとかハイハイが歌ってたって言われるとジャンプのだぞってなっちゃうよね確かにねジャンプオタじゃないところまで広めてくれてるっていうのがあるから、うん、嬉しいんだけどなんかちょっとね、もやもやしちゃうなっていうでも言うよねやっぱあのこの曲だけはやってほしくなかったとかもあるよねファンと思い出の曲だからとか、うんうん、あとそのコロナ期間中で本人たちがライブでやってないのにジュニアが先にやっちゃってあそうなんだなんかやってないのにそんなに、うん、なんかジュニアはやっぱカバーが基本だから、うん、そうだよね結構そこの選曲もすごいシビアで、うん山田くんとかもさ、全員元はジュニアなわけじゃん。まあ、そうだね。だからさ、なんかちょっと、優しいなとか思いつつ、うん、やっぱ人によっては、その、例えば平成ジャンプのコンサートなのに、ジュニアタンがいると、うん、それだけでなんか、え、なんでジュニアタンいんのみたいな。あその分さ、平成ジャンプのオタクが入れてないわけよ、会場に。そうだよね。だからそういうのは結構ジュニアタンは肩身狭く、なんかちょっと、うちはちょっと、出したりとか。確かにね。だって逆もあるしね、なんか、ジュニアのコーナーがあるのよ、必ずコンサートって。あるね。その時にデビュータンがこうしゃがんで座ってると、あなんでうちの子たちがやってるのに座ってんのみたいな。だからね、そこちょっとあるよね。デビュー組とジュニアタンのなんかちょっと、圧力というか。にゃんち結構最近ジュニアの子とかで、なんかその、好きな先輩をあげて、その先輩のファンを釣ろうとしてる子もいるとか、あわざと叩かれてる子とかいて、いわゆる、え、そこ行くみたいなところを言ったりして、なんか、そのファンはやっぱ喜ぶじゃん。うん、確かに確かに。なんか、あ、そんな世間的に有名じゃないうちのこと好きって言ってくれてありがとうみたいな。うん、でそういうなんかジュニアで結構策略的な子も出てきてるから、そんなのなんかちょっと見極めなきゃいけないんだけど、ミシュキはもうガチで山田くんのファンだから。ね、すごいよね。結構いるよね。井上瑞稀くんもそうだし、うん、最近デビューした内容は道枝くんも山田くん好き。あ、そうなんだ。松田元太くんだっけ。あ、うん、元太。わかんないけど、そう、もう山田くん好きで公言してて。なんかさ、ミシュキもさ、最近さ、なんか、ミシュキじゃねえよ。あ、ミシュキだ、ミシュキだ。ミシュキも最近さ、なんか山田涼介くん顔ちょっと似てきてる。え、わかる。うん、なんかでもそれは山田の前で言わないで。そういうこと。いやいや、山田が神なんだからそういうこと言わないで。逆にね、カトチはミシュキの顔を、うんうん、顔をどう思うのミシュキの。私はあの顔がもう185万点だから。もうあの顔が好きなの、ミシュキだけ。なるほどね。もう超好きなの、顔が。うん。ハイハイは、俺結構好きなの。あ、誰が好き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 俺は、橋本涼。あー。
と似てる。あ、ちょっと似てるね。そう、似てる、似てる。あの中だったら下本涼だよね。うん、似てると思う。下本涼の顔は好きだね。そっか、そこはじゃあ水木くんじゃないんだね。水木ってさ、平成ジャンプだったらどっちかさ、伊能くん、なんか子犬アナグマ顔みたいな。そうだね、甘い感じだもんね。うん、丸っこい感じじゃん。そうか、山田くんの顔はすごいんだよ結局。なんで、なんで、そんなことちょっと、ちょっと、嫌いのような今の、なんか、何子犬子犬。系の顔とか。まあ結構さ、グループでジャンル分かれてるじゃん。何系とか。山田くんは全部いけるから。ってこと。じゃあ、オタクの顔いや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 、ガチだって。うちらがヘビ顔に見えてるから、オタクはみんな自分の推しのこと子犬だと思ってる。みんな子犬って言うの。犬なんで。ヘビちゃんの場合だけど、豚とかもいるもん。豚なのにうちの推しはなんか犬顔タイプだとか。そう、だけど、昔のやつが、量産モードからって、マジで。ごめんなさい。あれ、こんだけなのっけ豚なのなのに、こう犬顔いるじゃん、いっぱい。ジュニアさんが平成ジャンプにハマりたい、聴きたいってなった時におすすめの一曲、あれ形が好きかどうかじゃないよ、平成ジャンプにハマれるというか、なるほど、沼れるというか、うんうん、待ってむずいそれは。ちなみにジュニアが好きな曲は平成ジャンプで、平成ジャンプで一番好きなのは、え、平成ジャンプの曲、にんち、可愛い系は、可愛い系、可愛い系だとパピーブーっていう、なんか名前が可愛い、パピーブー、名前が可愛い、子犬の歌なのよ。あー、パピーね。ペトラとはまた別のわけで、違う違う、あれも可愛いんだけど、あれはまあさ、4人ぐらいしか歌ってないから可愛いの、歌詞がそんな離れちゃダメだよみたいな。にんち、ダンスがかっこいいとか、うん、系が好きだったら Live with me が俺は。じゃあ今歌ってみて、ちょっと急に歌ってみて、わかんないから。オーケーライド、違う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 、ライド違う、クジラさんがはな、違う違う違う、ちょっとハイビーね、ハイビーなんだよ、それクジラさんね。にんち、知ってた、知ってる、知ってる、知ってる、有名だね。ちょっとこれリミックスが入ってるやつもあるのよ。おー、なんかオーケストラバージョンみたいな。あ、いいねいいねいいね。なんかまあ山田さんだから落ち先の山田のパートが好きっていうのもあるんだけど、はい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 、けどダンスの揃い具合と、うん、キレの良さと、あれもかっこいい。大人数ってやっぱダンス見てられるっていうかね。うん、素敵だよね。すごいよ。ローラースケートとかもする？はしない。あ、しないんだ。はしない。とりあえずやっぱ僕はもう井上瑞稀くんをぜひ形に見てほしいです、ね。もちろん。だからその代わりちゃんと山田涼介を見てよ。あ、いや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 、ほんともなんか。お互いのね、推しをちゃんと知らないのよ。似合おう。ジエは誰見てもらえる？ジエはね、田原としていこう。知ってるとしちゃう。知ってる？知ってるよね。古い古い。あの気に取るよね。次回じゃあとしちゃんの回ということで。オッケー。とし、ちゃんについて語る回よろしくお願いします。ぜひチャンネル登録の方して待っててください。はい。最後のコラボだなと思った方、高評価。それでは皆さんも、推しとお幸せに。ジュニア全体に広げたら誰が一番好きなの？ 2,3 年前だったら、うん、永瀬廉とかあったんだけど、おもうデビューしちゃったじゃん。王道だね。で、次気になってるのがちょっとストーンズだったんだよ、はいはいはい、でもデビューしちゃって、うん、ちょっとぜひハイハイジェッツをお願いします、ね、うちの、連れてってよ、行こう、行こう。